ことぶき美奈子のパンパンマジことぶき。皆さんこんにちは。今日は私はこちらに来ております。イギリスについにオープンしたよということで、見えますでしょうか。はい、丸亀製麺、嬉しいです。イギリスバージョンもですね、かなりお手頃な価格で、あの美味しいおうどんが楽しめるということで、行ってみたいと思います。チェックだ。マジことぶき。わあ、丸亀の文字がこうやって書かれてると思うと嬉しいですね。なんかあのドアの感じも、これうどんかなね、あったりするし、どうなんでしょう、どんな感じなんでしょうか。楽しみ。丸亀製麺と書かれてます。ワクワク。あの赤いカフェのところまで、その後ろも並んでますね。うどんの麺が可愛い照明になってたり、マウンド富士かながあったり、にぎわってます。そして枝豆とか、お漬物とか、いろいろあります。イギリスにしかないメニューもあるので、私はこのキムチ焼きうどんのビーフでいきたいと思います。あと天ぷら無料券があるんでね。マジことぶき。もちもちな麺な感じがします。うん、うまい。なにこれ、癖になる味。本当にステーキって感じの味。これはそれこそマヨネーズとかかけても美味しいかも。これに合わせてご飯を食べたいぐらい。でもこんなに多くの人たちが楽しんでるのが嬉しいですね。うどんを食べ終わったのを置いていくのが日本のスタイルと違いますね。イギリススタイル。ズッキーニの天ぷら、なんかね、ナスの天ぷらみたいな感じです。揚げ餃子を1年以上ぶりに食べました。美味しい、めっちゃ美味しい。ベジタリアンバージョンも次食べたいです。今私は食べ終わって外に出たんですけど、なんと外はすごい並んでます。こんな感じ。ここが入り口だったんですけど、ここからタッ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 タ、あの車の後ろまですごい人の数ですね。本当に美味しかった。やっぱね、麺が美味しいのよ。あの美味しさを日本ではいろいろな場所で食べられるっていう印象があるんですけど、イギリスであの美味しさをまさか食べられると思わなかった。しかも焼きうどんになって、あのもちもち感が残ってることにびっくりした。結構デロデロな麺になっちゃうかなとかってね、勝手なイメージですけど思ってたから、うわーすごい美味しいと思ったし、なんといってもやっぱお値段がもちろん日本のねお値段に比べたら高いんですけど、イギリスの価格帯に比べたら考えたらめちゃくちゃ破格なんですよ。私が頼んだ焼きうどんは 7.5 ポンドとか、まあそれぐらいだったから、7.50 かだったから、まあもうちょっ
してるとは思うんですけど、それでもねラーメンだったら12ポンドぐらいしますから、やっぱ5ポンドぐらい違うって大きいと思うんですよね。だからかなりそれは良かったなっていうふうに思いました。ということで今回はこの辺で、またね、バイバーイ。